バニラアイスト。MC ハマーは、1990年前後に一世を風靡したアメリカ合衆国の男性ポップラッパー、ミュージシャン、ダンサー、宗教家である。本名は、スタンリー・カーク・バレル。カリフォルニア州オークランド出身。クリスチャン。デビュー前は、プロ野球選手を目指して、オークランドアスレチックスでボールボーイをしたこともあるといい。ハマーの名は、彼が、 ハンク・アーロンに似ていたことから、リトル・ハマーと呼ばれていたことに由来する。高校卒業後、アメリカ海軍に所属し、勤務で沖縄県に住んでいたこともある。3年後に、歌詞館に昇進して、名誉除退した。1988年、ファーストアルバム Let's Get It Started を大ヒットさせ、ミュージックビデオで見せる斬新なストリートダンススタイルで注目を浴びた。音楽ファンは、 当時のハマーを硬派なラッパーと錯覚していた。1990年、セカンドアルバム、プリーズ、ハマードンとハーテムが世界で累計1、レ0レレ,レレレレレレマ以上を売り上げた。シングルでは、ハブユーシーン、ハーやスーパーフリークをサンプリングした、ユーキャン h タッチディス a n キャントタッチディスが大ヒットした。日本においても、彼の髪型や服装、 ダンスのスタイルを真似した浜男がボビー・ブラウンのボビ男と共にブームになった。また、ロッキー5やアダムスファミリー2のテーマを手掛け、日本では TV アニメおぼっちゃまくんのエンディングテーマを歌った。小宮高安は MC 小宮としてプリーズコミ小宮ンんとハーテムというミニアルバムをリリースした。1991年、サードアルバムにリジットニクイットで、 ハマーと解明し、ビデオ、ハマーを作った。その後再び MC ハマーに解明した。トゥーリジットツークイットのプロモーションビデオには、ジェームス・ブラウンが出演している。日本では、フジテレビ系番組で、You Can't Touch This を披露した。その後間もなく人気が低迷。1996年4月3日には、自己破産を申請している。経済的破綻の後に、ハマーは、クリスチャンとして、 宗教活動を行った。2001年に音楽活動を再開。2005年 MTV ミュージックビデオアウォーズに出演。シークレットパフォーマンスを披露し観客を驚かせた。2007年7月29日、FNS27 時間テレビみんな生かだ。ウッキー、ハッピー、最勇気に出演した。2009年2月の 第43回スーパーボールでキャッシュフォーゴールドの CM にエド・マック・マホンと共に起用された。2011年10月19日、ディープ・サーチ、サーチ・ワンス・シー・ホワッツ・リレーテッドを試行した検索エンジン、ワイルデューを開発していることを発表した。ただ、このプロジェクトはベータテストの段階で頓挫し、2012年初頭には公式サイトも閉鎖されている。 2012年11月18日のアメリカンミュージックアワードにおいて韓国人歌手のサイと共演。当時世界的に大ヒットしていたサイのコーナンスタイルをトゥーリジットツークイットとマッシュアップさせた曲中で登場。コーナンスタイルのダンスを完璧な形で披露し健在をアピール。この共演はハマーのファンであったサイガーのオファーによるものであるとされる。アルバム プリーズ、ハマードンとハーテムが大ヒットし、約3300万ドルを得た。その中から1200万ドル追やし、出身地のカリフォルニア州オークランドから30マイル南に位置する同州フリモントに以下のような設備を持つ豪邸を建てた。家を購入後、残りの2000万ドルは以下のようなもので浪費した。浪費がたたり、ハマーは裁判所に破産を申請している。 1991年にオークローンステーブルを開業するとともに19頭のサラブレッドを保有する馬種となった。1991年に所有馬の一頭であるライトライトという品馬が GI 競争であるケンタッキーオークスを制した。また1991年にはデーウェイン・ルーカス調教師が管理するダンスフロアが GII 競争のケンタッキージョッキークラブステークスと ブリーダーズフューチュリティステークスを制した。翌1992年には、ファウンテン・オブ・ユース・ステークスを制し、ケンタッキー・ダービー3着に食い込んだ。2010年、カリフォルニアでアルケミスト社という格闘技選手のマネジメント会社を設立した。詳細は、英語版、EN、MC ハマー・ディスコグラフィを参照スタジオアルバム。ありがとうございます。